雨が降り始めています。楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。やはり準備万端に越したことはないということです。さあ、そして打席にはレアードが入っています。さあ、一打勝ち越しという場面。序盤で簡単に主導権を奪われたくないですから、しっかり抑えておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球打ち落ちた、ヒットになる。勝ち越しのランナーが三塁を回った。送球する、セカンドランナーホームイン。マリーンズ勝ち越し、2対1になりました。イーグルス、なおも三塁一塁のピンチ。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。西さん、最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。そうですね、もう一息でしたね。もうちょっと打線の奮起を期待したいですよね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦誠にありがとうございました。